一人で久しぶりにこの感じ。座ってみてください。いいですね。華やかさが。うん、そうですね。はい。はい。あ、いい感じ。いいですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。軽くなって。軽くなります。はい、お願いします。お願いします。今日は。今日は。お悩みが。お悩み。そうですね。ちょっとまだ暑くて、はい、汗もちょっとかいて、この辺が結構ちょっとやっぱ朝やっても、はい、帽子かぶったり、子供の送り迎えに帽子かぶったりすると、うん、もう汗でべたべたで、この辺がちょっとくしゃくしゃってなっちゃうので、そこがちょっと気になりますね。そうですね、あとは3ヶ月分ちょっと伸びてきたので、ちょっと髪型が崩れてきてるかなっていう。そうですね、ちょっと長さはそんな悪くないけど、ね、毛先ちょっと整えて、やりましょうか。ちょっと、はい、毛先、そう、引っかかる髪ちょっと切らしてもらって、軽さ出して、はい、っていう感じで。で、前髪この辺、全体この辺もまでちょっと気になるなっていうところ、はい、そうですね。根元のも伸ばしてやるとすごく良くなると思うんで、はい。はい。はい、トリートメントもしっかりしておきますので、はい、お願いします。はい。で、そんな感じで、はい、行きます。はい、お願いします。はい、このフェイスラインこの辺が気になる、やっぱり。そうですね、ここと、あとこの辺かな。あ、横が、そう、この辺が結構、あ、はいはい、うん、ですね、そこはしっかり伸ばしたいですね。はい、皆さんこんにちは、美容師の山です。今回のゲスト様は、顔周りのね、うねりとか癖が、気になってて、でも全体的に、まあ、ストレートするまでもなく、本当ね、フェイスライン気になる部分だけストレートしたい、そんなご相談を受けて、まあ、本当提案したのがね、もう本当にフェイスラインのストレートですね。結構ね、大人女性の方で、こういった症状の方多いです。顔周りの癖が気になる。顔周りの癖って、私は青山ね、美容師歴28年あるんですけど、形状が、やはりね、ちょっとこう、デリケートなんですよね。髪が細かったり、うねりがね、ちょっとその部分だけ出たりとか、癖があったりとか、ちょっとジリジリしてたりとか、すごい繊細な部分なので、その部分はやはりね、汗をかいたり、こう湿気があったりすると収まらない、癖が出てしまう、そんなお悩みがある方多いです。大人世代の方は。なので、もうシンプルに顔周りだけストレートかけてみてはいかがでしょうか。ストレートをかけることにちょっと抵抗がある方とかいるかもしれないですが、やはりね、癖を抑えてくれるのでいいです。どうしても汗とか湿気でこううねりが出てしまって、バサバサした印象だとやはりね、ちょっと老けて見えてしまうんですよね。まあ、それが正しいっていうわけではないかもしれないですけど、ストレートでまとまってた方がやはりね、若々しく、まあ、まとまって見える、まあ、そんなイメージでしょうか。ですので、もう迷わずにね、宿毛矯正、顔周りだけかけて、汗をかいてもね、湿気があっても、困らない、そんな提案をね、今回の動画で見ていただいて、フェイスラインのね、癖でお悩みの方の、救いになればいいのかなと思います。結構本当に髪のことでね、悩んでる方って本当に多いんですね。で、どうしていいか分かんないっていうところあると思うん で、例えばね、このストレートでも、まあ、毎回ね、全体やらないといけないとか、
そういったね固定観念に駆られている方もいると思います。ですけどできるだけね自然な素材を残しながらもう必要最低限のとこだけストレートにする、こんな選択肢もありです。なのでまあね毎回毎回こうストレートをかけるのも嫌だなと思ってるとか、何とかしたい、もう全部なんかピンピンになってしまってボリュームダウンしてしまってストレートはストレートなんだけど動きが欲しいとかね、大人世代の方はまあそういった悩みが多いんです。特にやはりね全体ストレートしてしまうとボリュームダウンしてなんかね余計こう老けた感じに見えてしまったりとかあるので、やはり華やかさを残しながら必要最低限の部分に縮毛矯正をする、こういったね、提案で、まあ、ゲスト様はねすごい満足いただいてます。まあ、こういったなんていうんですかねこう技術っていうのはやはりね信頼のある美容師さんに相談するのが一番いいと思いますよ。もう必要もないのにね全体かけてしまったりとか、自分の雰囲気を、伝え切れずに、ぺったんこの頭になったりとかねっていうこともあるので、やはり華やかさは残したい、でも気になる部分はストレートにしたい、そんなねこともできるので、ぜひね、そういうことでお悩みの方はそんな選択肢で行ってもいいと思います。まあ、ゲストさんの場合は気になる部分最低ライン、ストレートさせてもらって、まあね髪は、長い方がお好きなので、まあ、レイヤーを入れて、動きを出す、ですのでストレートがかかってない部分は華やかに残したいわけですよね。もう巻いたりトップもふんわりしたい、そんな感じが似合うと思ったので、そういう選択肢をねして、後ろは華やかに仕上げる。そうすることで大人世代に合うねふんわりとこう華やかなスタイル、そういった部分を残す。あとまあトリートメントでね、ちゃんと髪を整えて、カットで毛先をね綺麗にしながら、まとめていきます。ですので今日はね前髪、まあ、部分的にストレートパーマはできるんだよっていうのをこう伝えたかったわけですよね。あとは華やかな感じのイメージにして、とってもね大人世代に合う、スタイルの提案だと思います。まあですので、そういったね特殊なことも、混ぜながら、髪型って作っていくと、とってもね扱いやすくなるし、まあしっくりくると思いますよ。まあ、顔周りのストレートしとけば本当にブローも早くなるし、本当崩れにくいですよね。顔周りって本当にイメージが変わるとこで、私もよくね動画で喋るんですけど、前髪って本当 70% ぐらいの人が気づくんですね。変えるとバサリ切ったりすると、それぐらい重要なポイントなので、フェイスライン、前髪フェイスラインを整えておくっていうのはね、すごく、こう、印象が、まあ、良くなる。まあ、逆に言うと、ちょっとボサボサしてしまってると、ちょっと印象が悪くなってしまうポイントなんですね。まあ、そういったことも一つ覚えておいてもらうと、
まあ、髪型を作るときにね、前髪、フェイスラインっていうのはすごく大事な部分なので、自分に合うスタイルをね、すごい追求するべきだと思いますね。そのあたりがしっかりできてると、後ろもね、まあもちろんこだわりがあってレイヤーとかね、いろいろあるんですけど、そこがまとまってれば、ある程度まとまって見えてしまうっていうのもまた事実ですね。なので大人女性の方が綺麗に見えるポイントはね、フェイスラインをしっかりまとまった感じにしとく、癖が出る方はストレートをね、して癖が出ないような状況にしとくっていうのはもうとっても大事だと思います。まあ、このあたりからね、ゲストさん髪触ってもらってすごく喜んでいただいて、最後はね、巻いて仕上げます。顔周りのストレートがしっかり効いているので、後ろはね、華やかなイメージを出すために最後カールをつけて仕上げていくと、まあ、大人世代には合いやすく、ふんわり感がね、出ていい感じになります。この時にね、アイロンも温度をあまり高くしすぎずに巻くのがポイントです。まあ、髪に優しく、まあ、160度ぐらいでしょうか、まあ、そういった温度であれば、手早くやればね、そんなに傷むことないので、意識してみてください。もう軽く巻いてあげるだけでも本当にスタイルになるので、なんか柔らかい感じでいい感じになってきましたね。ここからは、ゲスト様のリアルなコメントをね、一回聞いてみてください。いい感じに仕上がりましたね。めっちゃいい感じです。はい、ありがとうございます。手触りも良くなったし、めっちゃ柔らかいですね。はい、うん、そらそら、うん、軽いし、うんうん、今日なんで、まあ、一番の悩みだった、はい、ストレート、うん、この癖が綺麗解消できて、そうですね、うん、毛先の、ね、引っかかりもカットでなくなってて、うん、はい、あと他何かありましたか。まあ、あれですかね、重みを取って、うんうん、あ、そうですね、うん、はい、レイヤー系にして軽くしたって感じ、はい、そうですね、巻きやすい感じになって、はい、はい、いい感じです。いい感じになりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ゲストさん、とってもいい感じで仕上がりましたね。画像を見ると本当根元からね、しっかり伸びてるの分かると思います。後ろの方はね、うねりが残ってるんですけど、まあ自然に馴染んでくれるんで、こういった感じですごくいい感じになってます。ここまで動画の内容いかがでしたか。癖でね、悩んでる方、少しでも参考になれば幸いです。髪でお悩みの方は美容師山にご相談ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。